1980年2月16日の日食は、1980年2月16日に観測された日食である。アンゴラ、ザイ,イール、タンザニア、ケニア、インド、バングラデシュ、ビルマ、中国で回帰日食が観測され、アフリカのほとんどとアジア中南部で部分日食が観測された。怪奇帯が通過した怪奇日食が見えた地域は、アンゴラ北部、ザイ,イール、 タンザニア、ケニア南部、インド、バングラデシュ、ビルマ、中国南西部の雲南省と奇襲省だった。また、海域日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、アフリカのほとんど、中東のほとんど、中央アジアのほとんど、南アジアのすべて、シベリア南部、モンゴル人民共和国のほとんど、中国の大部分、東南アジアの大部分だった。インドで取られた、 ヘルメットストリーマこれは20世紀アンダマンニコバル諸島を除くインド本土で見える3回目の回帰日食だった。しかし、1914年8月21日の回帰隊がイギリス領インドで通過した地域がほとんど現在のパキスタンにあり、1954年6月30日にインド国内は国境沿いのタール砂漠で日没の頃にしか回帰日食が見えないため、 これは事実上1898年1月22日以来、インド国内で見える初の観測条件の良い回帰日食だった。インド天体物理学研究所は、フブリ付近にあるホスルトカルナータカ州、ライチュル県のジャワラゲラでキャンプを設置し、再送とコロナ放射などを観測する機械を配置した。チェコとユーゴスラビアの観測隊も付近で観測した。 スロバキア科学アカデミー天文研究所は7人の観測隊をジャワラゲラ付近に派遣した。日食当日現地は晴れで観測隊はコロナを写真を撮った。これは文化大革命後中国国内で見える初の回帰日食だった。中国での前回の1968年9月22日は回帰食の持続時間が30秒未満で、 日食が日没の頃で太陽の行不覚が低かった。それと対照して、この回帰日食は同様に日没の頃だったが、中国国内で回帰食の持続時間が最大1分40秒で観測条件がはるかに良かった。中国科学院は1975年4月に雲南省の省と昆明市で太陽物理会議を開き、 この回帰日食の合同観測を提案し、1976年3月に観測地を選ぶために回帰帯で下見した。太陽の光学と電波観測、電離層、地磁気、重力場測定など31項目の観測が行われ、気象局は日食中天気の変化について研究した。中国国内での光学観測は主に雲南省。 随霊県の A 番山で電波観測は昆明司法王山にある雲南天文台で行われた。また、上海科学教育映画スタジオは観測活動の全過程を撮影し、ドキュメンタリーを制作した。日本は回帰体から外れていたが、20世紀最後の回帰日食と懸念されたこともあり、日本テレビ放送網と朝日放送テレビの2局により、 衛生中継を含む関連テレビ番組が制作、放映された。日本テレビ放送網は日食当日の2月16日の土曜スペシャル枠において現地から回帰食となる模様を実況中継した。その後、3月19日の午後11時においてもこの日食を特集した。これらの番組のタイトルには日食時の人間や 動物の変化を見せるような表現が用いられていたが、実際にはそうした場面は、ほとんどなかったと新聞のテレビ番組表には、記されている。一方、朝日放送テレビは3月25日19時30分からの1時間半の枠で、スペシャルドキュメンタリーアフリカの黒い太陽と題した、特番を放映した。当日の新聞テレビ欄でのタイトルでは、俳優の厚み清や、 歌手のダイゴが出演して、この日食を見たと紹介されている。テーマ曲はダイゴのリターン r n to a が使用された。ありがとうございます。